近代以前の日本における教科書では、明治の学校制度確立以前の日本の教科書の歴史について解説する。古事記、日本書紀によれば、ワニが、論語、戦事文を伝えて、王神天皇の御子に教えたとされているが、真偽は不明である。また、大化の改新直前に、中富の鎌たが、宋民より、収益を習い、さらに、中野大江の王子を誘って、 皆淵昭安の塾に通ったとされている。日本最初の本格的な教育機関は、律令制における大学寮であるとされているが、学齢によればその本科においては、儒教のうちの論語、公教を必修とし、収益、少書、主来、儀礼、大器、孟子、春秋差し伝の七教のうち、大器、春秋差し伝を、応行、孟子、主来、儀礼を、 中継、収益、少書を証徴としてその組み合わせで先行する経典を定めた。なお、用いる経典の注釈書についても、収益は、定言や王筆、少書、公共は、穴暗黒や定言、主来、儀礼、来期、孟子は、定言、春秋差し伝は、福建や、森、あず、論語は、定言やカーンのものと定められていた。なお、 春秋供葉伝いと、春秋国領伝は、後期7年に、唐から帰国したいよぶかが、両書の解釈を伝え、延暦17年に正教に追加された。また、上岸2年には、皇教の注釈書が大カスガオス次の進言にて、唐の元想御成の注釈書である、五中皇教を採用するとした。また、三道は、孫子三景、古僧三景、旧正三術。 海島三景、六章、綴り術、三回重三周比三景、九種の九章を教科書としていた演技式大学寮式では、すべて章教に区別されているが、九章三術、六章、綴り術が必修とされており、後に、周比三景がこれに準じるものとされている。人気、天平期に成立したとされている、妙法堂紀伝堂では、 前者は律令そのものを教科書として演儀式では律を中継、礼を象徴としている。後者は当初は文献と自我を採用していたが演儀式では自我に代わって三子が採用されていずれも王行とされている。だが実際の貴族社会の立身に大いに影響を与えたのは影倉、オートネリ、ウドネリなどの血統に基づく仕組みによるところが大きく。 有力貴族の指定は、大学寮への修学が義務付けられていた、平安時代の極初期を除いて家庭における教育が主体であった。児童教育については、もうもとむ、千字文、理教120へが主に用いられ、後に、藤原近藤が、和寛堂英州、藤原宗忠が、作文大体、三吉目康が、俗千字文、同盟松院を表すとこれらも用いられた。 ただし、いずれも当時の学術の主流であった、既伝道系の漢文学、漢詩に関する書籍であった。また、儒教の経典の暗唱なども行われていたようである。7.8歳あるいは13.14歳になると、読書士の儀が行われ、語中、公教、四季などから始められた。成人後には、天皇の場合には、文章博士などが自読を務め、 石関家でも著名な学者を消しなどに任じて、自読役を務めた。基本的には、大学寮の妙行堂を、紀伝堂で採用されている書物が教科書として用いられたが、必ずしも、漢石だけでなく、日本記公園に見られるように、日本書紀も扱われたほか、軍書記用、老子、創始、白子文集、上岸西洋、施設信号などそれ以外の講義も広く行われていた。 また、特定個人のために作られた書籍として、菅原忠自然が、皇太子時代の門徳天皇に授けた、東宮節印、源の順が禁止内親王に授けた、和名類受賞、源のための利が高古内親王に授けた、見吠言葉、道人が藤原曽根信に授けた、口ずさみなどがある。平安時代後期、藤原明平が、公家の文書作成のための参考とするために、 日本最古の往来物とされる文集小則を執筆することとなる。中世に入ると寺院などに教育の主体が移り、武士や庶民の指定が寺院などで教育を受けるようになっていく。同時教、実語教などが教科書として用いられたが、次第に往来物が教科書の中心となっていく。往来物は当初は文書作成のための文例集でしかなかったが、 次第にその文面の中に、社会常識や知識を盛り込んだものへと変化を遂げていき、南北朝時代には、定金往来が表された。江戸時代に入って、幕藩体制が確立されると、朱子学が教育の中心的地位に立ち、幕府や藩における教育は、経学、史学、文学などの漢学を中心として、これに、修字や算術が付随するものとなった。庶民の寺小屋においては、 定金往来をはじめとする往来物や、同時教、実語教、上映式目、呪学関連では、三次教、大和小学、公教、小学などが採用された。教法年間に、徳川義宗が、室急層に命じて編纂させた、六里縁起対尉、五条和解、五輪和解も寺小屋の教科書として使われた。幕末の国学の紅葉とともに、大日本史や、 日本外史、日本世紀、国史略など、尊王意識を高める書籍も、藩公や一部寺小屋などで採用された。それ以前の日本に領書が存在したかは不明。五中公共は、皇帝時期時期の戦術という点のみならず、君主の君徳と進化の責務について特に強調した点でも特徴があり、党と同様に君主の権威強化の面で期待されたと考えられている。 日中歴によれば、藤原元常には、藤原佑よ、藤原忠平には、大倉義行、藤原の道長には、ふ也や女性、藤原寄道には、大江正平、藤原市通には、大江正房がついたという。聖和天皇は、菅原忠自然より、醍醐天皇は、木長尾より抗議を受けている。人明天皇は、春澄の吉縄より抗議を受け、文徳天皇は、 重の安状に命じて、自重書において、老子、創始の講義を開かせている。また、文章博士を務めた大江氏は、大江先鯉後代々、歴代の天皇、石官に講義を行うことになっていたという。藤原明子は紫式部より講義を受けた。東宮説印、和名類受賞は、京における辞書に近いものであったが、著作目的からして、教材として捉えることが可能である。 手紙形式の文例集は中国にもあったが、雲州消則は日本にて用いられた手紙形式をとっており、独特の発展を遂げていることがわかる。近世の精神生活、大倉精神文化研究所から1996。ありがとうございます。